メ感度は SF に近く、テ感度はボトムに近い、そんな欲張りなロッドが発売されるんですよね。お先に R タイプの小型の AGS が搭載されまして、非常に軽くなって振り抜き感も最高にいいですね。おお、さすが大きい大きいです。これで勝ちますよ。さて鈴木さん、はい、極栄川はぎれとチューンがフルモデルチェンジで新製品が出るというところで解説してもらおうと思いますけども、ね、いよいよ出ます、極栄川はぎレッドチューン AGS VS。 今回、ね、新製品になりましたけど、何がまず新しくなったんですか？そうですね、まず穂先からですね。穂先に R タイプの小型の AGS が搭載されまして、非常に軽くなって振り抜き感も最高にいいですね。で、先に軽いものがあるとやっぱり感度良くなりますもんね。で VS、はい、今回そのビジュアルセンシティブメ感度ってことですけども、はい、どんな調子なんですかね？そうですね、あの SF よりもやや張りがあり、なるほど、はい、30号が、下げれる SF ということで、なるほど、はい、まあ、メ感度は SF に近く、テ感度はボトムに近い、そんな欲張りなロッドが発売されるんですよね。まあ、正統派のね、あのメ感度でもちろん取るビジュアルセンシティブですけども、はい、テカンドもいいというところで、はい、正統派のまあカワハギ竿というところかもしれないですね。じゃあ早速映ってみてもらいましょう。はい、出てきます。まあ、今回 VS ビジュアルセンシティブですけども、おすすめの釣り方があれば教えてください。そうですね、メカンドとテカンドが両立されていますので、釣り場所やシチュエーションはあまり選ばないんですけども、はい、特にあのおすすめなのがやっぱりあの重りをそこに置いたゼロ点の釣りですよね。なるほど、はい、しっかり穂先が振れますので、よく振れて、でしっかり食わせた後に穂先でかけに行く、なるほど、はい、そんな釣りに向いてるかと思いますね。あの SMT 独特のこう震えるような、そうですね、さっきから出してますもんね、はい、結構でも見てると仕掛け張ったりもしてますよね。そうですね、張りに行ってもですね、 SMT 柔軟ですし、今糸が細いですから、うんうんうん、あまり抵抗がなく魚も加えてくれますので、はい、張っても十分使えますね。ちなみにこれ表記的にはどういう表記になります？表記的には1244ですね。あ、じゃあ割とやっぱりあの穂先の方はしなやかな、はい、かつ30号扱えるように44あたりが仕事してくれるイメージですか ね、はい、ね、今30号をちょうどこうぶら下げ、あの下げてるんですけども、はい、ちょうどいい感じですね。 SF だとちょっと垂れるかなっていうところが補強されていて、でやや硬い部分が一節前に行ってるかなっていう、そんな感じですから、非常にこう揺すっていてもですね、しっかり重りがついてくるような、そんな状態ですね。すごい使いやすそうな、はい、お先も柔軟ですから、このまんまもうそこに落としてゼロ点で待っていただければ震える、でそれを乗せに行くという感じですよね。まさに、まあ、南朝系の中ではもう台湾のもう本当王道の調子ですよね。何でも使える優等生なロッドだと思います。しかもこれレッドチューンですけど、本当 EX と変わらないぐらい軽いですよね。そうですね、自重も 60g ですし、まあ、アドミラと合わせて 195g、 めっちゃ軽軽いですよ本当に。これはね、もう1日いてでもって釣るカワハギ釣りにはですね、本当にもう最高の組み合わせですよね。メリットですね。メリットですよね。普段あの全国飛び回られてますけど、はい、まあ、もちろん関東で、ね、使えるのはもちろんにしろ関西だったりとか東海でも使いやすそうですね。そうですね、あの関西東海ですと30号が標準になりますので、うんうんうん、まあ、そちらのエリアだと、まあ、そうですね、あの幅が広く使えるかと思いますね。じゃあ、まあ、関西東海あと九州だったり瀬戸内、はい、まあ、場所問わず、はい、関東はもちろんですしね。そうですね、まあ、これ一本持っていけば大体どこのフィールドでも、うん、バッチリハマってくるかと思いますね。なるほど、はい、おい、おい、乗りました。お、お、さすが、おお、この時期らしい、おお、おきおき、でかいでかい、オッケーです。さすが、来ましたね。今のメ感度、そうですね、若干張り気味で穂先がちょっと入るかなぐらいで待ってたら、もうチリ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 っていい感じの張りの当たりがあったんで、大型ならではの、そうですよね、
もうで結構ね、穂先から穂持ちまでが結構短めなので、もうちょっと起こすだけでもう穂持ちが勝手に立つ。この後にもうベリーバッドにすぐ移行するような形で、もうスムーズに上がってきました ね。DKO の覇者が言うと説得力がありますね。いや今年はこれで勝ってください。俺で勝ちますよ。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画もおすすめです。チャンネル登録もお願いします。